願いします。はい、よろしくお願いします。火の絵の人は今年、今年というか去年ですね、子がですね、環境変化することがすごいチャンスの時っていうことでですね、これが環境変化。6月のですね、22ですね、22日ぐらいまではですね、この運気が残ってますから、ですからこう、あともうちょっとですね、その間に何かしようかなとか思うことがあったら結構チャンスですよっていう感じですね。で次もそんなにこう特に悪いかというとそんなことはなくて、大体リズムをね、こう10年のサイクルっていうのがありますから、火の絵のとここはまあ現状維持ですね、現状。そしてこの火の絵、自分の星が回った時がすごく行動する時ですから、行動した方が、まあ自分も行動したくなる感じですね。行動する。で、この火の音がちょっと運気下がってますから、ここが少し控えめですね。控えめでいいですっていうこと。新しいことをするんだったら、もうその前の年にしてしまうっていう感じですね。土の上のところは安定。これが安定。これがちょっとデリケート。まあ、チャンス、ターニングポイントになるところは、この火の絵と、このカノと、これが回るときで、まあ、去年がね、結構そういういろんなことが環境変化しやすかったり、それが運気が上がるところですね。で、まあ自分の性格ですね。これはこの、星座っていうのはお金が貯まる方でね、これは優しい星で接客とかもいいですよ。優しい人。これ、召喚っていうのはね、この、医療関係とか、こう、アイデア発想とかですね。それとかなんか技術職の人とかですね、こだわりがあるとかですね、これを集中して自分の趣味でこう行こうかみたいなね、そういうところをする人が多いです。こちらはですね、この自分の本意のところ、結構リーダータイプっていう感じでね、亭主関白とかですね、まあ、ちょっとそんなところ自分を出したいっていうところがありますね。で、まあでもこれパートナーもそうなので、結構奥様もですね、なるような人もですね、しっかりした人、結構何でもこう手際よくこういろいろしてくれるような、そういう人が来るんじゃないかなっていう感じですね。今日ケチに変える力も持ってますよっていうことで、困難にあった時は助けもありますっていう感じですね。はい、だからまあそれとですね、自分の目的ですね、自分のですね、まあ、生まれた目的は大体に学術技芸ですね。なんかこう技術とか外国関係のことを取り入れてみるとか、そういうこう自分のこう技術職の人が結構資格を取るとかですね、そういうことがすごく自分の目的です。で、土星、自分を出すっていうことは結構ちょっと忍耐、コツコツっていう感じでね。そしてこのパートナーが一番いいですね。これ木星が一番パートナーが自分にとっていいところって感じです。で、結婚もこういう30年過ぎるとですね、いつでもこうチャンスが来てきますよっていう感じです。それと今ね、土星と冥王星が今一緒ですから、結構自分はしんどいって思うところもあるけれども、またスタートする時ですよっていう感じですね。まあ、人前での人気星っていう位置のところは今年はですね、すごい人気も出てすごくいいですよ。じゃあちょっと手相をちょっと見てね。はい、それとまあここが短い人っていうのは技術職、専門職の人って感じですね。はい、それと金運の方はですね、ここ33からここの50あたりのですね、38ぐらいとですね、44になるところら辺ですね、少し考えるところがあるけれども、まあ、全体は運気がぐっと上がってますから、あのね、31、2あたりから、これがですね、ちょっとこの結婚になるかなっていう感じですか。じゃあちょっとですね、こうタロットをお伝えしてみます。この中で、はい、3枚ちょっと出してみてくださいね。はい、今まではっきりしないなっていうこともあったけれどもですね、でも今ヴィーナスも出て、こうなんか女性のね、女神が現れて、こうチャンスって感じですね。そして今までのことももうなんかこう忘れてですね、これからもう一回一からこうなんか進んでいきたいなっていう、ちょっとそういう感じのカードになってますね。はい、じゃあこれからの恋愛がどうなっていくか、ちょっといくつでもいいので、これ分けてですね、何個でもいいですよ。まあ再出発っていう感じで、復活のカードで、今までも出会ってるような人でもですね、なんかこの人いいんじゃないかって思うような人がね、いるかもわかりません。そしてこう少しはですね、こう考えていくんだけれども、夏からもですね、まだ形にはならないとか、いろいろ問題がいっぱいあってですね、なかなか落ち着けないっていうところがあるけれども、最後ですね、1年も過ぎてからちょっとこう安定してきて、ワールドということで運気が上昇してね、結婚も考えていこうかっていう感じで、2年ぐらいのところになりそうかなっていう感じですかね。自分でこうした方がいいですよってアドバイスですね。
まあ、自分もしっかりと動いていきましょうということは、キングの王様になりましょうという感じです。またこちらもですね、今一番知りたいことのアドバイスですね、まあ、策略も必要だということで、いろいろですね、何か計画を立てるとか、いろいろちょっとこう少しこう自分がプラスになるようにいろいろ考えていきましょうというカードですね。こちらは今までですね、まあ、ちょっと心配することもあったけど、今少し前からは環境は整ってたところ、2年間の運気ちょっと見てみますので、全体のね、ちょっと8枚出してみてください。はい、まあ、そこまでね大きく変化するっていう感じじゃなくて、環境がね、まあ、徐々に良くなりながら、コミュニケーションもうまく取れて、少しは心配することもあるけど安心してるところですね。これが1年で、来年も一歩前進で勢いがあってですね、すごく戦車のカード、そしてそれを現状維持で守ってますよっていう、そんな感じですからね、運気はいいですね。まあ、そこまで大きく変わるっていう感じじゃないです。そしてこの自分のマインド、思考マインドをですね、1枚ちょっと出してみてくださいね。1枚ね、まあ、臨機応変にっていうことで、その時その時でうまくしていきましょうっていう、それとですね、すごくなんかこう迷いすぎるっていうか、こう追求しすぎるっていうかですね、あってですね、あまりそこを深く、なんかそんなに難しく考えなくてもいいですよみたいなですね、どうですか、なんかこうこうだけどもういいやみたいなね、ちょっとこう投げやりに、ずっとすごく細かく思うんだけれども、なんか思ってたらもういいかなって思ったりするところが、もしかしたらこうあるか分かんないか、そこをちょっとこう粘り強くっていうかですね、こう自分は自分でよく頑張ってるっていうところを褒めながらですね、ちょっとこう忍耐強くて包容力っていうかですね、そういう風にしていくといいのかなっていう感じですか。そしてこう、色で言うとですね、でも黄色とですね、やっぱりこうエネルギーをいつも楽しくテンション上げる感じがいいですかね。黄色とオレンジのね、こう赤オレンジみたいな、それって現実性ですごくテンション上げる、そういう色ですから、それもいいですね。はい、それとあの黒もね、あの普通はあんまり黒って言わないけど、力強さっていうところでは黒もやっぱりこうたまにはね、こう使ってもいいかなっていうところがありますかね。はい、という風になりました。わかりました。はい、ありがとうございます。なんかこれ聞きたかったってことありましたか。そう、まあその今年結構島根に来て、うん、もう今年来られたんですね。いや、去年来て、うんうん、もう今年帰るんですよ、東京に。帰るんですか。はい、うんうん、だからすごい動く1年だったんで、そう、うん、あ、じゃあちょうど環境変化でね、はい、すごくそれチャンスになるところだったんですね、はい、だから自分のこう見てない世界ですごくこう、あのどうですか、こう自分の器を広げるところにはすごく良かったかなっていう感じですね。やっぱりこうチャンスになるところですから、でコミュニケーションを取って、こうそういう交流の、そういうこう人間関係を広めるところでもね、すごい良かったと思うし、まあ今はなんかこう一番まただから切り替わりの時期で終わって次へっていう感じだったから、じゃあそれでまあちょっとね終わるけど、でもそれ来年からも運気はいいし、特に問題ないですね。はい、はい、そしてもうあの変わってからですからね、変わってからなのか変えてからなのか、結構恋愛がね、あの良かったですから、はい、一回ちょっとこう落ち着いて、それからまた進むっていう感じでもいいんじゃないですか。わかりました。うん、はい、はい、一番パートナーのが良かったですか。はい、ありがとうございます、はい、そんな感じですかね。はい、他は特にないかな。はい、大丈夫です。大丈夫ですか。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。